もちろん社会的に影響力だったり信頼力を持っているような人たちに対して、彼らとってもそれにその人たちと向き合うのがすごくうまく見えるんだよね。でこれってすごい、まあ、大事あのいやなんか戦略的にやってたらちょっとさあれだけど、ただでもそれは多分彼が考えてる今の話みたいなところに共鳴を受けて、そういう社会的信頼のある年上のおじさんたちにね、話が対等にできたりするんだけど、と思うんだけど、それはねぜひみんな若い人は特に知りたいと思うんだけど、特に自分で意識してないのかもしれないけど、まああえて振り返ってみるとしてさ、自己分析するとして、そうなってるのってなんでだと思う？自分で。喋り方とかさ、なんだ熱量とかさ、なんかとにかくなんか分かんないけど、自分はやみくもに喋り続けてるんですとかって心がけてること含めて、なんかあったら聞いてみたいなと思ってたのよ。前提のあり方みたいなとこから言うと、やっぱ困ったこととか、素直にこう経験してきてそれを解決したいとかっていう思いを、まあ、まずストレートに、伝える？なんか変な着色なく助け手が言えるんだ。なんか事実なんで、そこに嘘偽りないし、やっぱストレートであればあるほど熱量とかでまっすぐ行くので、まずそこがあるかどうか、それを発見、誰でも持ってるんで、あ、そうそう、使命としてやっぱそこなんですよ。誰でもそれ持ってるんで、やっぱそれを発見してもらいたいなっていう、自分らしい人生の答えみたいなところをやっぱ発見してもらいたいなっていうのをまずやってます。で、あとはまあ、僕そんなうまくないんですけど、やっぱ自分を客観視して、その思いがある中でできることできないことってやっぱあるんで、自分の中で。それをやっぱり何でもかんでも自分がカバーしてやりますじゃなくて、できないことをはっきりして、それを自分よりできる人に対して、自分はこういう思いがあってこうやっていきたい、で自分ができる領域はこれですと、ここができないからぜひ手を貸してくださいって、まあお願いすというごいか、まあ選ぶらず、すごい。いろんなことにこう事実できねえよなみたいな、こう、まあある意味ちょっと冷めた目線かもしれないですけど、こう、なんだろうな、客観視っていうんですか、できないんですけどね、もっとやりたいんですよ。もっと松下幸之助さんの本に書いてあるような、こう適正経営、いろんなことに、まあ仲間の今このレベルは適正だと大体こんくらいだから、こんくらいのことはできるとか、金額資本がこんくらいだからこんくらいのことできるとか、自分はこの経営者レベルだからこんくらいのところまで今はいけるとか、でもっともっと細かく適正を見ていきたいんですが、まあ一個はそこですかね。なるほど。楽しみでしょ、自分で自分のことを。なんかいつでも例えば35、40の時に、だってこの段階でそれだけさ、自分のことを自己分析できて、かつ自己反省できれてるとすれば、積み上げていくものも明確に見えてくるじゃない？そうっすね。と俺思うんだけどね、聞いてて。悔しさ、気持ちいい悔しさが増えました。計画とか予想とかイメージを描いて、で適正なんとなく今こうだと思って描いた結果、そこまでいかないみたいな、なんだろうみたいな、もう一回分析してみようみたいな面白いのは、まあ理系だからっていうのもあるかもしれないですけど、理系だったんだ。理系だったんですよ。そこもなんか疑われるんですけど 確かにね。ちゃんと微分積分やってたんですけど。いや、今日ね、実はギャラリー、観客が来てるんああ、観客が、あら。JJ の初めての観客。もうだんだんちょっと、振っちゃってみようかな、たまあ、売っています。には。あまりいい話だったからさ。ああ、そうですね。どうだった？ 今の田島氏の話。すごい質結構いい話だったと思うんだけど。うなずいあ、て僕まですす。か？誰でもいいよ。誰でもいいですか？僕、多分同い年になるんですお、そう。31なんですけど、明日31になるんですけど、あ、じゃあ1そうなんで個下です。す。あ、そうですか。ですね、僕が悩んでいることがあって、なんだろうな、僕人と壁を作っちゃうらしいんですよ。かなりらしくて、そう見え僕はでも、毎回思ってる。わざとでもなく、っていうところがあって、自然に出ちゃってる部分があるのかなっていうのがあるんですけど、その、田島さん、
まあ全然ないんだなっていうのがものすごく勉強になりました。いやいやいや、あ、そう、はい、壁作ってる雰囲気初めてだけど なかったけどね。俺は初対面の瞬間的なことで、ね、まあ、気のせいでしょうね、うん、多分自分の思い込みだと思うけどね。ということで、うん、解決いや、すごい悩んでるすごい悩んでる、ね、はい、じゃあ後でちょっと飲みながら話しましょう、ね、違う相談室ちょっと新しい展開盛り込んでみましょう。あ、そうですね、ちょっとそんな角度からもうちょっと、ちょっとやる、なんか相談募集しちゃう、ここで。あ、そうですね、あ、面白い、うん、あ、見てなかった、うん、じゃあちょっとね、せっかくだから見てる方の中で、うん、あの質問、田島氏に、なんか聞いてみたいこと、相談事があればぜひこちら あのスレッドまでぜひ送ってください、うんうん、ぜひともよろしくお願いします。カウンターに呼ばないとマイク遠い。あ、彼の話か。ごめん。ちょっとごめんね。待って、いいじゃない。話は分かったから。そりゃそうだ。そうね。うん、田島さんのさ、なんか、はい、今トピックスって何？最近講師ともども含めて。講師ともども。うん、なんかね、いろいろそう言いながらも、うん、なんていうの、視野広くて、うん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 、俺に実は最初に、はい、キングダムを教えてくれたのは、あ、キングダム、あ、キングダムな、ね、あの話聞いたといろいろ聞きますよ、また俺言ったでしょ、言いましたよ、そうだ、キングダムを教えてくれたのは彼だ、漫画のね、漫画のキングダム、そうね、漫画にハマってるっていう、俺だけ経営者と関わってる人が読んでないことに衝撃を受けて、なんで読んでないんですかって。でもなんか流行ってますね、経営者界隈ね、キングダムでしょ、はい、別のとこでも言われましたもん、そう、俺ね、田島社長に借りたその日に、昼、夜、うん、ダブルで、まあ、あのランチミーティングと会食が入ってたのよ、うん、両方ともまあ経営層のメンバーだったの、はいはいはい、どっちもね、うんうんうん、どっちにも、え、終わってるってそれって2回連続だったのよ、昼夜だから、よかった5巻まで借りてさ、5巻まで持って帰ってた時よかったと思って、本当ですよ、すっかりハマっちゃってね、これ一番なんか詳しくなっちゃっていやそうだ、なんかもう自分ミスターキングダムくらい語られるんですけど、まあ、知ってるってね、よく言いますからね、そうね、今一番記憶新しいんで、あ、そうか、最近読んでるからね、逆に一番語れるんだ、いやでもあれはチーム系、うん、めっちゃ学べますよね、学べる、うん、すごくなんか久しぶりに涙ぐんじゃうのよ、読んでて、うんうんうん、なんかその、うん、なんかいろんな意味でね、うんうん、なんかあんまビジネスっぽい、ビジネスっぽい喋り方だけでくくるとちょっと、うんうん、あの物語をなんか語りきれてないなと思うから、あんまそういう表現しないけど、うんうん、なんか人間としてね、なんか涙ぐんじゃうのよ、うん、そうですね、なんか忘れてたり、ね、今現代生きる上で、うん、ああいう意思だけだとさ、うん、生き方が下手だって言われそうで、うん、怖いんだけど、だからそう、ただなんか思わず涙がボロボロ出てきちゃうからさ、うん、あの男の生き様みたいな、久しぶりにちょっとさ震えちゃうのよね、やっぱ起業を思った時のいいなっていうあの青臭さが前面にある漫画ですね、なんかそう、田島社長としてさ、うん、そのまあ、キングダムで言うとさ、うん、どういう将軍になりたい？将軍ですか？じゃあ将軍じゃないんだったら将軍じゃなくてもいいよ、あの軍師サイドになりたいのか、いろいろ出てくるじゃない、官軍っていうか政治家の方もいるし、はいはいはい、うん、だどういう人柄でどういう立ち位置でありたい、あの中で。でもやっぱ社会のインフラを作っていきたい、自立のインフラを作っていきたいんで、うん、やっぱ始皇帝を目指さない限り、あ、上か、そこにはいけないんだろうなって、そうか、インフラだもんね、言いますね、はい、で自分が死んでも残っていく思い、うん、思いだけじゃなくて事業とか仕組みっていうのをもう何百年と続けていくには、うん、やっぱそこに上り詰めないと無理だなっていうのはなんか読んでて思いました、うん、なるほどね、はい、あれも長い戦いだからね、そうですよね、身を切る長い戦いだもんね、いやだから生涯現役だなって改めて思いますしね、ただ自分の今のフェーズとか力量だと途中の将軍にまずなんないといけないなっていうのも自覚してすごく分かったので、あの上から見る
いや国王のような視点と、うん、下から這い上がる視点とってなんか両方あるから、うん、あれめっちゃ良かったですね。どうだよね。で自分がそうなるかは別として、うんうん、あのなんだろうな、ちょっとダークでかっこいいなっていう将軍は歓喜ですね、うんうんそっち行っちゃう。ゲリラ戦で勝った。そうだね。なんだかんだで武功を上げていって、クールで残虐でね、ダメですよ人として。そうだよね。自分がアナローじゃないんですけど、なんかあのキャラ設定で引き込まれるっていうか。そうだね。ああなんか素敵だなと。でも選んじゃダメだね。そう。自分は選んじゃいけない。まさにあれを象徴的に表してるのがハゲタカみたいな人だからね、番組で言う。そう。作を選ばないからさ。ああ、そうだそうだ。だから読んでないひょっとして。読んでないです。連続起業家としてやばいってそれ。言われながら読んでないですよ。ちょっとやばいですね。やばい。ちょっとやばいですね。読んでくださいすぐに。わかりました。で俺が言っても読まなかったんだから読む気ないね。いやもうどこで買ったねかね。タイミングがなくて、ね。田島先生の取りって。今日これ終わったらもうAmazonで。Amazon で。あでも会社で。そうだよね。何巻あるんですか。今51まで出てます。51きつい。51。少ないって。だって全然少ないよ。漫画高いじゃん。じゃあせがみなさいよ。あとはあれ、ヨタンはいいですね、ヨタンは。そうね。美女で、山の王で、強いんですよ、ね。なんかこれの選び方にも特徴が出るじゃない、人としてのさ。まさか田島社長が、その歓喜をなんかちょっと、全く逆サイ来たからちょっと困っちゃったけど。なんかキャラ、好きなキャラですね。自分が目指すキャラじゃなくて、ね、なんか、ああいう強さなんだろう、こうなんだろう、本当にこれだったら勝てるっていうところにやっぱ持っていけるっていうのは実際ビジネスとして絶対重要だなと思って、そうね、ただやり方が良くないんであれになっちゃいけないんですけど、広報論を選ばないシビアさ、そうでも必ず勝つからね、なんか解を見つける力っていうのはものすごくいいなって思いましたね。だ洞察力みたいなものだからね。そうですね。すごいね。盤面を読むのが早い。それに対する自信、なんとかなるみたいな。そうそう。そこのリーダーシップが光ってる感は。でなんかあれなのね、業界のその一風変わった厄介な奴らを牛耳っちゃうのよね。そう、めんどくさいってみんなが避けてる、ある意味での天才をさ、全部牛耳っちゃうタイプなの。そうだ、それだ。一般集合体ではないじゃないってやつだって。やばいやつらを集合体にして、くせ者を束ねてる、あれだ。僕すごい会社として社会としてやっていきたいのが、得て増えてとか、お前できないのダメなんじゃなくて、これが得意だからこれをやろうっていう適材適所っていうのを世の中全体に早く適用させたくって、そうすればそもそも目標達成率上がるし、褒められる回数、求められる回数、感謝もらえる回数上がるんで、自己肯定感も上がるし、お給料ももらいやすくなるし、不適合のまんまやっちゃうとやっぱ結果出ないとか、ちょっとあれだってなっちゃうから、やっぱ割れちゃうっていうのがあるんで、それって最適化ってこと？そうですね。それはやっぱやりたいですね。なんか何十パーか忘れちゃったんですけど、環境とやっぱ持って生まれた先天的な特性と、やっぱ思考とか、熱量とか含めてこう 30-40% かな、もともと生まれた持ったものが結局影響してくるみたいな。でそれを生かしきるようなやっぱ人生をやっぱデザインしていきたい、自分自身も、いろんな人も、そうすればなんか無駄な競争がなくなるっていうか、そうね、自分これできます、自分これできますっていうのが、どんどんいけるのかなって思うんで、そうだよね、そこは一個追求していく分野ですね。なるほどね、なるほどね。まあそうだね、適材適所ね、自分に向いてる仕事になかなか向き合えないで苦しむことが多いからね。いやずっと僕もずっとありますね。これ自分がやるべきなんだろうなって勝手に思い込んでたり、これができないと経営者じゃないなとか思っちゃったり、ね、でも実は得意なところをやればもっと伸ばせたなとか、そこをもっと客観的に自分は見たいって常にこう反省ですね。なるほどね。だから次三国志も買いました。ああそうなんですか。さすが、三国志全巻また買いました。超面白いんだよね。もう中国の歴史ばっかになっちゃって日本の歴史どこ行っちゃったんだろうって言われちゃうけど、いや面白いんだよ。なんかこういろいろ本も読むんですか結構。
本ですか、うん、あ、すげえ読みます。あ、そうですか、うん、で最近、うん、数昔数さばきまくったんですけど、うん、やっぱ今本当に局所って急所、うん、これが必要だなっていう本だけを、うんうん、とにかく、あの、ね、数を追わず、うん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 、最近どんな本読んでるの？まあ、一つは三国志ですよね。中国の歴史、はい、そうですそうです、はい、でビジネスサイドだとどんなの？もう一つは、うん、今まさに読んでバッグの中に入れてるのが、うん、ちょっと待って、タイトルが正確か分かんないんですけど、あの孫正義の300年、うん、なんか、うん、王国の、うん、なんだっけな、考え、なんだろう、うんうん、300年を考える300年王国みたいな本を読んでて、うんうん、まあ、それがめちゃくちゃ面白いですね。確か日系の記者の方が、うん、まあ、ご本人とか関係者の深い方々を全部インタビューして、うん、それをストーリーでこう小説のように全部、うん、あの描いていて、でそこにどんな歴史、まあ要は歴史みたいな教科書みたいな感じで、どういう人がどう活躍したかとか、で何年にどう成長していったかとかっていうのも全部書いてあって、で一語一句結構リアルな、こう部下にこのように指示したんだとか、こういう考えであの時こういう決断取ったんだとか、あ、こんな無茶ぶりするんだとか、いろんなのがまじまじと見れたおかげで、なんかどっかで自分の中でこうちっちゃくなってた考えがまた広がったり、なるほど、やっぱこんくらい大風呂敷広げながらも実際実現していくっていう気概だったりとか、やっぱ志に生きなきゃいけないっていう、まあ、常に生きてるつもりではあるんですけど、やっぱどっかでこう、あの木を見て森を見ずじゃないですけど、なんかでやっぱこうなっちゃう時があるので、それまた広げれたなっていうのが、そういう本は誰かからこう教えてもらうんですか？こう自分でこう何か関心があって探したみたいな感じなんですか？最初はおすすめ聞いたり、なんか選んでたんですけど、今はもう自分でピンと、あ、そうですか、自分がもっと世界進出とか、もっと熱量を上げるとか、もっとスピードを上げるとか、はいはい、もっと視野広くするためには数百年の尺度が必要だと思ったんで、そのタイトルの通り書きました、はいはい、あ、なるほど。これがね、タイトル的にもうピンポイントだったよね。300年の考えがその本に、あるとすれば、僕の一つヒントになるなと思って買って読んだら、もうめちゃくちゃヒントがあって、今めっちゃ読んでますね、はい、あえてゆっくり読んでます、なるほどね、あ、こういう人間関係があったんだなとか、こういう会話があった、あ、こうやってこの人口説いたんだとか、あ、この人このタイミングで死んじゃったんだとか、いろいろあるんですよ。それを結構小説のようにゆっくり読んでます。なるほどね。いつもビジネス書ってパッパを読んで、パッパ線引いてエッセンス抽出して、ね、ちょっとハウトゥーになりがちなんですけど、今回の本は結構自分の血肉にいかにするかっていうのを重点を置いてちょっとやってますね。なるほど、いや、なんかさ、本当にあの普通にね、300年後の時を考える人って日本でほとんどいないのよ。いや、すごいですよね。すごすぎる、半端じゃないと思いますよ。経営者云々ではないのよ、もう。だからビジョナリスト、まあ、なんていうのかな、確かに、だからそれって300後の世界を考える、もう、そうそうそう、だ、俺もほら、俺の周りがさ、その孫さんのその、100年後の未来だったら30年ビジョンとかをやってる仲間もいたから、それもう数字がちょっと先すぎてさ、もうちょっともうそれって、あ、それ知ってどうなんのっていう距離感だと思うのね、みんな現実的に生きてる経営陣も含めてさ、それがさ、もうその距離がもう10倍ぐらい先から来るからさ、もうあんまりそれをね、たくさん優秀な経営の方々はもちろん重鎮もいらっしゃると思うけど、ちょっともう視点として、測り方がちょっと距離がね、ちょっと分からないぐらい距離伸びたからさ、それはもうビジネス問題はもうないよね。そうですよね。部下への指示が300年先までの売上高計画作れるみたいな、はみたいな、嘘みたいな、とか新30年ビジョン発表の責任者誰にするかって言って、全然予想もしてない人が呼ばれて、でいきなりそのじゃあ30年後のブレストしようってなって、で君責任者だからって、俺がみたいなノリなんですよ。でも多分事実っぽくて、すごく
あの各々にインタビューしてて、うん、すげえな面白いな、その振り切り方って自分に足りなかったなってすごく、うん、そういないけどねそういう人ただね順次もちょっと思ってたことがあって、うん、その昔若い頃にねその未来のことをおもんばかる時って小説だったのよ、うんうん、変な小説、SF 小説、はいはいはい、いろいろあるじゃない、はいはい、でそれがさ、未来のねその画面上で起こってることとかの、うん、短編小説集とかいろいろあってさ、うん、渡辺なんとかさんとか結構書いてたんだけど、うん、でそんなところから未来をたまにおもんばかることがあったんだけど、うん、今後ってさもうこんだけ複雑回帰な世の中になってるからさ、うんうんうん、ビジネスマンもさその同じその SF 感覚を、うん、もう持たないと渡り歩けねえんじゃねえかなと俺は思って、うんそうですね、うんうん、だからもう小説の世界でなくてもビジネスの世界があの平気でその、うん、近未来の話を語っていけないとだっていろいろねこの後もさもうロボットに支配されるのとかさ、うん、SF の話がもういっぱいあるからそれ当たり前のように捉えていかなきゃなんないし、うんうん、あの月に行く準備するためにローン組むのみたいな話だって、うん、もう目の前にあってさ、うん、なんかだからソルザーの話ってそれのもう本当に最大限先の状況だから、うんそうですね、みんな俺も知っておくべきかなとも思うよ ね、うん、でもねそうですね実際そうなっちゃってってますしね、うん、スピード感持って、うん、面白い、うんうんうん、そう結局想像力だと思うんですよ ね、 そ、 うねそこを研ぎ澄ませたい膨らませたい、うんうん、それを実現させていきたい、うんなんか最近さその、ビジネスとクリエイティブとか、うんはいはい、ビジネスとアートみたいな話し方をするさ、人も増えてるじゃない、うん、特にそのコンサルティングファーム系の人たちがよく語り方として喋ってるけど、うんうんうん、そういうのについてどう思う実際にビジネスまさに経営やってみてさ、うん、そこにアートとかクリエイティブ俺は結構綺麗なトークだけど、うんはい、それって実際今俺経営やってないけど、うんその経営者としてねそれは一面認める部分もあるしみたいなところってどう思う、はい、あ僕は、結構シンプルで、うん、その辺結構雑草系なので、うん、その言葉なん どうでもいいんですね大前提あの自分が描きたい世界を作るためとか、うん、会社とかサービスを作るために何が必要かっていうだけかなと思うんですけ ど、 なるほど、ね、ただ僕その本読んでないから分かんないんですけど、うんうんうん、それをより膨らませるためには、うん、ちょっと自分が思わぬ世界を見といた方が、うんうんうん、それがアートだったり、うん、小説だったり SF だったり分かんないんですけど、うん、肥やしを増やしとくことに無駄はないなとは思います、うんうん、なるほど、はい、ただそれをなんか横文字で言われても分かんないですいろんな立ち位置がね経営、うん、いろんなほら、うん、経営者もいるし、うん、経営者じゃない人たちの語り方もあるからさ、うん、聞いてみたら、まあ、ちょっと未来っぽい話になったからさ、うん、未来の話をするんだけど、うんはい、田島さんのさ例えばさ10年後の未来、うん、まず近距離のさ、うん10年後、はい、どうありたいとかどうなっていたい、はい、みたいなのって、はい、なんかイメージある10年後は、うんあと自分の事業度外視で言うと、うん、やっぱり空飛ぶ乗り物を乗りこなしておきたいあもう10年後はみんな飛んでるっていうことみんな飛んでるあのドラゴンボールの世界が来ると思うのでそれは乗っておきたいなるほどで自分の事業とか自分が成し遂げたい系の領域で言うとやっぱり自分ってこれが得意だ このように生きるとなんかすごい心が高まるんだっていう自己分析とか、うんそういったものが結構いろんな人が明らかになっておいてほしいなって思いますね、うん、で世界人口の取説を作りたいんですよ、うん、自分ってこういうのが先天的な特性を持ってる、うん、こう学ぶとすごく伸びるでそれをあの分析するツールとか質問とかいろんなテストとかって世の中いっぱい存在してるんですけど、うん、あと自分の願望を本当の深層心理の願望を明らかにするとかあるんですけど、うんうん、なんかこうひとまとまりになってないんですよね。なるほどね。だばらけちゃってるんでそれを集約させて、うん、一人一人が取説の情報を持ってそれをちゃんとセキュアな情報として守ってそれをでも活用して、うん、あの勉強したり転職したり、うん、あの出世していったり、うん、なんかそれをなんだ国のデータと連携させたりっていうので、うんうん、自分がより生きやすい、うん、自分が得意とか自分が描きやすい道で進める人生を描けるなんかサービスやっときたいなと思います。なるほどね、はい、なるほどね。そこでアジアナンバーワン取っときたいなっていうのはすごくありますよ ね、うん、10年後には本当にそこまでたどり着いてるかもしれないね。たどり着いてるテクノロジー含めてはずですね、うん、たどり着いてなかったらもう本当生きる気力なくなりますよ
だから要は自分でマイカルテを自分で持ってる状態じゃない。そうですそうです、うん、でそれが、まあうん、まあブロックチェーンベースのかを別にして、うんちゃんと信用と公開の中でね、うん、あの嘘のない状態で自分がやってきたことをちゃんと、認めてもらえるような状態、うんうんそうそうそう、うん、で自分の性格をちゃんと把握できていてそれに合わせる職がちゃんと紹介できていてそうですよ、ね、みたいなことが起こってるんでしょうね、うん、すっごい信用情報がシビアになる世界が、うん、もう今すでにいくつかサービスも生まれてますよね、うんうんうん、第三者の評価を、うん、あのすごく重要視していくサービスだったり、うんうんまあ、リンクトインでもより情報が、うんうん、あの綿密になっていったりとか、うんうんうん、今までって前職こういうプロジェクトこなしてました、うん、こういう給料でしたっていうハッタリが効いてた世界だったんですけど、いざそれで転職すると実力が実はなかったり、うん、結局降格したり、いや自分が結局それで苦しんじゃったりっていう世界が蔓延としてるんですけど、うん、それがクリアというか見える化していくんでしょうね、うん、あの良くも悪くも、なるほどね、うん、それはなんか良くも悪くもですね、でもそれってもうすでに、うん、あの田島さんのマネビの中で、うん、話し合われてることでもあるじゃない。はい、ありますあります。だよね、はい、だからじゃあそこを結構やっていくのかな。そうですね、うん、だそこに触れざるを得ない、なんかそこを、うん、局所的にやっていこうって考え全くないんですが、うん、結局人の適材適所最適化を考えていくと、うん、そこからは避けられないかな、逃げられないテーマだと、うん、思い始めて、うんうん、なんか最近はちょっと強く思い始めましたね。なるほどね、うん、俺の時代にあったらあったな、そういうのそうです、俺ちょっと生まれるの早すぎたよ、ね、結構楽しんでね、これまでね楽しい